それでは、クラブゼのエピソード1のテーブルマナーの研修やっていきたいと思います。失礼します。ご視聴よろしいですか。どうぞどうぞ。おしまいです。はい、頭頂の方お使いになりますか。大丈夫です。大丈夫ですか。失礼します。はじめまして、流星と申します。はい、失礼します。おタバコの方は吸いになれますか。はい、すみません。最初着いた瞬間におタバコを吸う方が多数おられるので、最初に灰皿をお渡しします。どうぞ。次におしぼりを三角に折ってアイスの隣に置きます。その次にコースターをお客様にお渡しして、お酒の方はお作りしてもよろしいですか。どうぞ。はい、氷の個数はどうしますか。満タンでよろしいでしょうか。はい、氷の個数もお客様によってちょっと違う人がいるので、氷の個数も聞いて氷入れてきます。お酒の濃さの方はどうしますか。薄めで。薄めで。今はお酒の濃さを薄めって言われたんですけど、だいたいうちの当店ではお酒の薄めっていうのは指1本分ぐらいで入れていきます。次に割り物を入れていきます。次はお酒混ぜるときなんですけど、半時計回りに下から上に上げる感じで混ぜていきます。お酒を作り終わったらおしぼりで、ちょっとグラスに汗がかいてしまうので、グラスちょっと拭き取っていきます。はい、どうぞ。お待たせしました。こういう流れで最初は灰皿を出して、その後はお客様の飲み物を作るという流れの感じなので、この後は普通にお客様の会話を楽しんでテーブルセット、テーブルマナーをやっていくって感じです。